おまけだよ。どれにするの？わかりまち。厨房の方から見たいでちゅが、これから見に行くところでちゅ。気をつけてくだちゃい、所長。私だよ、旦那。私もいるよ。二人とも姿勢を低くして、こっちに早く来るでちゅ。にゃー、参った参った。こんなんなるとは思わなかったよ。お好み焼きを作ってたら急にね。秘密でございます。じゃあそういうことで。音と煙だけだから大丈夫だよ。後でちゃんと掃除するから、あ、ご心配なく。所長、これは小麦粉でちゅよ。毒物じゃなくてよかったでちゅ。あ、はい、お疲れ様でちゅ。社員寮区みたいでちゅ。
高弘。なんで爆発するかな。あ、旦那。今度はリミアちゃんのところでお好み焼きを作ろうとしてたんだけど、どうして爆発するかな。それはですね、美琴さんがお好み焼きの作り方を教えてくださいっていらっしゃいまして。リニアちゃん、それは内緒って言われたでしょ。あ、そうでした。ごめんなさい、美琴さん。あれ、美琴さんは。最初の話を喋ってしまったからですか。もう相変わらず旦那は鈍いな。旦那のために決まってるじゃん。そりゃあの年頃の女の子は好きな人にいろいろしてあげたくなるでしょ。いや、だな、顔がにやけてますぞ。うれしい？なんでだろうね、リニアちゃん。はい、そうですね。カズサさんや私が作ったお店して、いざミコトさんが作ると、ポッカーンって爆発したんですよ。リニアちゃんは自分の部屋を、カズサちゃんは厨房の掃除をお願いしまちゅ。所長はミコトちゃんを探してきてくだちゃい。さっさと行ってくるでちゅ。ほら、行った行ったでちゅ。
料理というか科学実験みたいでちゅね。一体どんなのが出てくるんでちょう。ちょっと不安でちゅ。所長みたいの、なんていうか知ってまちゅ？親バカ。ねえ、どうする？誰にするの？知らないよ。セーブするよ。完了。誰にするの？